谷崎、ケンジ、話がある。バラバラに逃げよう。今なら猟犬は一人だ。散って逃げれば二人は助かる。約束してくれ。誰が生き残っても必ず武装探偵社再建に命を懸けると。次回文豪ストレイドックス第47話、羽なき身の悲しきかな。あの人は間違いなく死んだ。それは誰よりも私が一番知ってる。